マーガレット・アン、ペギー・リプトンは、アメリカ合衆国の女優で、元モデル。たちまちの間に成功を収め、カウンターカルチャーテレビ番組、モッツ特装隊の、フラワー・チャイルド、ジュリー・バーンズ役で最も知られている。デビッド・リンチのシュールの、ツイン・ピークスのノーマ・ジェニングスとしての人気役以来、多数のテレビシリーズに主演しており、リプトンは、テレビ、 映画、ステージで40年以上のキャリアがある。ミュージシャンでプロデューサーであるクインシー・ジョーンズと結婚した。二人の間には二人の娘、ラシダ・ジョーンズとキダーダ・ジョーンズがおり、二人とも女優である。1946年8月30日にニューヨークで生まれたペギー・リプトンは中流上層階級のユダヤ人家庭で裕福に育てられた。両親は 法人顧問弁護士の父、ハロルド・リプトンとアーティストの母、リッタ・ベンソンである。父方の祖父母は、ロシア系ユダヤ人で、母親は、東欧から移住したユダヤ人の両親の間に、アイルランドのダブリンで生まれた。リプトンは、後に俳優となった兄のロバートと、ケネスと一緒に、ロングアイランドで育った。彼女は、ローレンス・ジュニア・ハイスクールと、プロフェッショナル・ジルドレンズ・スクールで学んだ。 おじの性的虐待により、リプトンは神経質で内気な子供であった。時に自分の名前を言う妨げとなるどもりがあった。1964年、家族はロスアンゼルスに転居した。そこでペギーはドパンガキャニオンヒッピーとなり、瞑想とヨガに没頭して、ライスケーキとカッテージチーズで暮らしていた。少女時代、アランフリードやマレーザー K、 ジョッコ・ヘンダーソンなどが DJ を務めるニューヨークのラジオ番組から流れるドゥーアップ、ロックンロール、R&B を聴き、ブルックリン・パラマウント・シアターにアラン・フリードの R&R ショーを見に行っていた。父親がニューヨークでの初めてのモデルの仕事をアレンジし、母は一方で演技のレッスンを受けることを進めていた。15歳の時にフォードエージェンシーのモデルとなり、 初期の成功的なキャリアに恵まれた。1964年、両親と共にロサンゼルスに転居後、リプトンはユニバーサル・ピクチャーズと契約を結んだ。19歳の時に NBC のホームコメディ、ジョン・フォーサイスショーでテレビデビューを果たした。1965年から1968年の間に次のシリーズのエピソードに出演した奥様は魔女、 バージニアン、インベーダー、ザ・ロード・ウエスト、FBI ・アメリカ連邦警察、ウォルト・ディズニー、ウィリー・ザ・ヤンク、アルフレッド・ヒッチコック・アワー、ミスター・ノバック。リプトンは、モッツ特装隊で、スターへの地位を高めた。フローニンのように、無防備に主演し、デイビッド・ハッチングスが書いたように、折れた翼を持ったジュリー・バーンズのカナリアとしての演技で、役柄を演じている間に、エミショー賞に4部門。 ゴールデングローブ賞で4部門にノミネートされた。1971年、ゴールデングローブ賞ドラマ部門で最優秀女優賞を獲得した。スリム、長いストレートのアッシュブロンドヘア、ミニスカートにベルボトム、ビーズが好き、リプトンのジュリー・バーンズ役はファッションアイコン、そして時のヒッピーガールとなった。歌手としての成功にも恵まれ、ビルボードチャートに、 シングル3曲がランクインしたストーニーエンド、そしてルー。両曲ともローラ・ニーロにより書かれた曲である。Where You Are ン l、like、Heaven はどの版により書かれたストーニーエンドは1968年発売のアルバムペギー・リプトンに収録されており、他のシングル曲と以前の未発表曲とともにリアル・ゴーン・ミュージックより2014年7月29日に CD 化。 発売された。リプトンは、フランク・シナ・トラの1984年のヒット曲、L.A. is my lady の共同作曲家の一人として載っている。アルバムの制作費は、リプトン曰く15万ドル。これは、新人歌手の制作費としては破格と言える。元に、キャロル・キングのアルバム、つづれおりの制作費はわずか1万5000ドル。ザシティの、夢語りは、さらに低予算だったと思われる。 アルバム、ペギー・リプトンには、彼女の作詞作曲作品のほか、キャロル・キング、ローラ・ニーロラの作品が収録された。1974年、ミュージシャンで音楽プロデューサーであるクインシー・ジョーンズとの結婚後、リプトンは家庭に専念するために、女優業を休止した。二人の間には二人の娘、ラシダ・ジョーンズとキダーダ・ジョーンズがおり、いずれも女優である。 リプトンは、偉人主婚により一緒に旅行に行くと、時に問題が起こったことについて述べている。リプトンは1986年にジョーンズと別居後、こう語った。1990年、二人は離婚した。1988年、リプトンは女優業に復帰した。人気のテレビシリーズ、ツインピークスで、ノーマ・ジェニングスとして演技をアピールした。以来、 クラッシュポピュラーでの定期出演など、多数のテレビショーに出演している。リプトンのモデルとしてのキャリアと、モッツ特装隊での芝叩く間の成功で、ポール・マッカートニー、テランス・スタンプ、その弟のクリス、キース・ムーン、エルビス・プレスリーほか、多くの有名人の関心を集めた。60年代後半から70年代初めには、アルコール依存や虐待、または、 男性ばかりと関係を持っていたこの時期、彼女も薬物を使用していた。リプトンはデイビッド・ダルトンとココダルトン協作である回想録ブリージング・アウトで当時のことを語っている。2004年に結腸癌を患い、その治療をしたことも明らかにした。2003年に交際を開始したニューヨーク州監査官のチーフ、 ジャック・シャルティエはリプトンに9万ドルまで年金基金を内密に送金してリプトンの賃貸費用と医療費の手助けをしたリプトンの娘の一人が別で4万4千ドルの年金基金を陶器的事業に投資したガンと闘病の末2019年5月11日死去72歳没ありがとうございます